はいさい。ブラインドタッチ講座3、ホームポジションの一段下のキーの練習です。ホームポジションに指を置いてください。 F と J のキーの小さな取っかかりに、 F キーに左手の人差し指を、 J キーに右手の人差し指を置きます。そして他の指を横に自然に置きます。では始めましょう。 Z キーを入力するには、左手の小指を使用します。 Z Z Z。 X キーを入力するには、左手の小指を使用します。 X X XC キーを入力するには、左手の中指を使用します。 C C C。 V キーを入力するには、左手の人差し指を使用します。 V V V。 B キーを入力するには、左手の人差し指を使用します。B B B。 動画を止めて、次の文字列を3回くらい繰り返しましょう。次は右手の練習です。N キーを入力するには、右手の人差し指を使用します。 N N N。 M キーを入力するには、右手の人差し指を使用します。 M M M。 カンマキーを入力するには、右手の中指を使用します。カンマカンマカンマ。ドットキーを入力するには、右手の薬指を使用します。ドットドットドット。スラッシュキーを入力するには、右手の小指を使用します。スラッシュスラッシュスラッシュ。動画を止めて、次の文字列を3回くらい繰り返しましょう。左手と右手の指の練習です。動画を止めて、次の文字列を3回くらい繰り返しましょう。